皆さん、こんにちは。マーティン。では、ミラクルボイ、キングタケです。今日は人間の能力と運転の話。まあ、認知、判断、操作の3つですね。それが多少かかるんです。反応時間どれくらいか。20キロ場合は6メートル。100キロ出した場合、速度と距離28メートルになるんです。ブレーキは常に早めにかけること。それが大図。マ、ま、ジ。あとは視力、動体視力、まあ、低下してしまうと危険が高いです。 視力というのは万国式視視力表を使って測るんです。これ右左上下これですね。あの眼科でもよくやるやつですね。視野というのはね、片目が左右それぞれ160度くらい、行目内に100度くらい。これね、視野も広げないとダメです。遠くを注視するようになるため、近くは見えにくくなるんです。その関係は。順応というのはね、明順能つまり暗いところから急に暗いところになると最初は眩しくてよく見えませんが、 しばらく目が慣れて通常通り見えます。安順能というのは逆に明る、えー、いところから急に暗いところに入った時も最初は何も見えませんが、やがて少しずつ見えるようになるんです。それが安順能の方が安順能よりも時間がかかるんです。覚えてください。まあ、要はトンネルです。トンネルはもう慎重に運転しなきゃダメです。そして夜間はもうライトに頼りにすること。あとは高速道路の場合はもう早いですよ、実際よりは。 車の大きさは大きい車は近く小さい車は遠くに感じるんですまあ飲酒運転お酒飲んだ時には個人差があるもようですスピードを出しすぎる地震過剰そしてなど飲酒運転はダメうん恐ろしたらもう大変です事故だったら大変ですよ進めたりとかはいけません引き起こ運転酒をい運転もう罰金ですこれははい疲労による原因はまあ睡眠不足などの生活リズム。 あとは、高齢とか、運動、運転経験が短い、など。あとは、環境によって違うんです。これはね、高速道路、サービスエリアを利用して2時間に1回は休息取ること。過労運転を避ける場合、2時間に1回は休憩取ってます。私も、はい。他にも病気とか、ぼんやり運転だと、大変なことになっちゃいますよ。覚えてください。というわけで、人間の能力と運転でした。バイバイ。